帰ってきたウルトラマンで主人公の郷秀樹を支えた自動車修理工場の経営者、坂田健を演じた岸田新さん。シルバー仮面では津山宇宙科学研究所の所長で春日兄弟の世切り会社津山博士役を演じました。ファイヤーマンでは宇宙工学の第一人者で、SAF の副隊長、水島三郎を演じています。そして、太陽戦隊サンバルカンの嵐山長官。サンバルカンを差し置いてブラックマグマの首領を倒したシリーズ最強、伝説の長官役として名を残しました。現代社会に起こる謎の怪奇現象や科学犯罪を解明する SRI、サイエンスリサーチインスチュート、科学捜査研究所の活躍を描いた円谷プロ制作の怪奇大作戦では、冷静沈着にトリックを解明する SRI の頭脳的存在、牧志郎を演じました。今も結番となっている第24話狂気人間では、人間を狂わせる脳波変調器で発狂した牧志郎が街中で不気味な笑い声を上げながら拳銃を乱射する場面があり、牧を演じる岸田さんの狂気に満ちた熱演が見られました。萩原健一主演の探偵ドラマ傷だらけの天使では、綾部情報社の社長、綾部貴子の片腕、辰巳五郎を演じる。クールに見えて実はスケベ。主人公のおさむたちのギャラをいつもピンハネする。頭髪はカツラというユニークなキャラクターを演じた岸田さん。第5話において暴力団の組長に詫びを入れるシーンで突然カツラを外して土下座をした五郎。一時は岸田さんのアドリブなのではないかと言われていたこの名シーン。しかし、岸田さん自身はあまり乗る気がなかったようです。1977年放送の新、必殺仕置き人の第1話、問答無用に中村モンドの上司にあたる筑波十四郎役で出演。自分の不正をモンドにバレてしまうのを恐れ、女を使ってモンドを狙わせる悪党を演じました。明川新のペンネームで帰ってきたウルトラマン第35話残酷。光怪獣プリズマの脚本を担当した岸田さん。光をモチーフにした怪獣プリズマの造形は、第2期ウルトラ怪獣随一の美しさと名高い。明川新の由来は、本名では照れくさいのと、生まれた時に名付けられる予定だった新という名を復活させてみたとコメントしたそうです。太陽戦隊サンバルカンでも俺が帰ってきた大鷲龍介という脚本を書いてやると、初代バルイーグル大鷲龍介復活の脚本を書く予定だったが実現しなかったそうです。ここからは岸田さんが脚本を担当した作品を紹介します。ファイヤーマン第12話地球はロボットの墓場。宇宙でのテスト飛行をしていた地球科学特捜隊 SAF、サイエンティフィックアタックフォースの主力大型総動機マリンブルが怪獣テラゾールスと遭遇。三崎大輔がファイヤーマンに変身し、無事に地球へ帰還した。その頃、地上ではバローグ星人が水島の父、水島博士を利用して、世界中の人間をロボットにすり替えるという計画を進めていた。この第12話は岸田さんが脚本を手掛け、演出も行ったそうです。岸田さんが演じる SAF の副隊長並びに宇宙工学博士の水島隊員はこのエピソードでは全くセリフがなく、動作と口の動きだけで感情や意思を表現するなど、実験的な演出が見られました。水島は何者かにロボットにすり替えられ、本物は笛島の廃墟の中にある研究室で縛られていた。水島はバローグ星人によって一時的に喋ることができなくなっていたらしい。衝撃的なラストシーンで見せた岸田さんの繊細な演技に目を奪われました。